喫茶青ラジ、喫茶青ラジ、今回は青森学生団体ディベラボの皆さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、それぞれ自己紹介をお願いします。はい、青森中央学院大学経営法学部3年小笠原亮介です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、青森中学院大学経営法学部3年の太田由紀です。よろしくお願いします。はい、そして、はい、青森大学社会学部4年の鳥矢部蓮と言います。よろしくお願いします。はい、以前は12月ということでしたけれども、どうですか活動は。ディベラボは今年度はですね、今まで4年目になるんですけど、これまでの3年間やってきた風土開発事業の方を、検討してたんですけど、実は今このコロナの状況でちょっとこうできないんじゃないかなっていう可能性が出てきたので、そこを、近況としては諦めた形で、違う形でいろんな活動していきたいなと思ってる次第です。はい、実際食べ物をね提供したりということであったりとか、はい、サンプリングもね活動の中ではあるわけで、なかなかそういうことで対面でやる、こう活動というのが制約があるというような感じだよね。はいはい、自分たちの活動ももちろんなんだけれども、生活も相当変わってるというか、窮屈な感じっていうのないですか。結構変わっちゃいましたね。はい、そういえばもう4月入って5月6月っていうね、はい、もう時が経ってるんですけれども、今活動しているメンバーっていうのは何人なんですか。ですね、全員で、青森中央学院大学の学生と青森大学の学生合わせて12名ですね。12名。はい、じゃあ新入生が入ってくるというかね、はい、勧誘もなかなかどうですか。ちょっと厳しいところがありますね。うちの学校、中学院大学だと、4月にサークル紹介はするんですけど、はい、それもちょっと今のこの状況で延期という形だったのが、はい、さらにそのしばらく経った後に中止になっちゃって、はい、もうサークルがこう1年生の前に出るような機会っていうのがちょっとなくなっちゃいまして、ちょっと手厳しいかなと。それ以外にこうお知らせしたいことっていうのはありますか。ですね、今のところですとどれも少しちょっと出花くじかれたような状況で、はい、あまりこうアクションまでは移れてはないんですけど、できれば今このような形でラジオ収録のようなものとかもできればいいなとも思ってますし、あと陸奥ヶ浦地域の方からも財団さんの方からお声がかかって、何かこう活動するための助成金の支援とかも、お話としてはいただけたので、そちらの方を伺って検討していきたいなと思っています。はい、小笠原くんばっかりねこう聞いてるのもなんなので、せっかく太田くんと鳥矢部くん、それぞれにもねちょっと伺っていきたいと思いますけれども、どうですか、大学生活もそうですし、このディベラボの活動もなんですけれども、まずは太田くんからですけれども、ディベラボではどんな役割ですか。そうですね、ディベラボでは企画部長を務めていまして、はい、各種週1回でミーティングをやってるんですけども、はい、そのミーティング内で、なんて言うんでしょう、雰囲気作り、雰囲気作りのようなイベントっていうのを、企画しています、ね。はい、ディベラボの活動を、経て、これから学生、卒業した後ね、社会に出てということで、どんなことでこう役立てられるというかね、どんな自分になりたいなというような、思いというのはありますか。そうですね、やっぱりこのディベラボの活動を通していろんな企画力であったりとかプレゼン力であったりとか、そういう力を身につけてる途中なので、将来就職した時にそういった力も発揮して社会貢献につなげられたらなと思っています。はい、ぜひねこの社会に出るね、時にね役に立つような、はい、そんな、プレゼンというのかなアピールがねできるようにというところですけれども、はい、鳥矢部くんに、今度はねお話をお伺いしますけれども、はい、鳥矢部くんは伺うと前の副代表
ですか。はい、そうですね、はい、大学1年生の頃から青森学生団体ディベラボに所属してまして、うん、まあ、一応、まあ、年の子っていうわけじゃないですけど一応やってきた年数も結構違うということで、はい、前年度副代表を務めさせていただきました。はい、そもそもこのディベラボにこう入ろうというか誘いをこう受けた感じ、自分でも、まあ、はい、活動しようというのは自分で決めたことだと思うんだけれども、はい、どんなところに興味を持ったの？実際自分が大学に入ったっていうのは、うん、先生を目指そうとして入ったわけで、うんうん、で一応勉強とか遊びとかするんだろうなっていう大学1年生の時に感じてたんですけれど、でもやっぱり一応ちょっと物足りないなって考えてみて、何かサークルだとか活動とかできたらいいのかなと思った時に、一応前年度の代表の友達にやってみないみたいな誘いを受けまして、じゃあやろうかということでちょっとやってみたっていうところでございますね。はい、実際に活動してみてこう得たことであったりとか、あ、ここが良かったなとか、ここは自慢できるなというようなことはあります。はい、さっきちょっと大田くんに取られちゃったんですけど企画力とかプレゼン力っていうのはやっぱり身についたのかなと自分自身思ってます。実際に企業さんの方、会社の方にお邪魔しまして、プレゼンだとか、商品開発した際の新商品の、メニューだとか、こういうのどうですかっていう発表する機会があったんですけれど、それを一応ちょっと自慢になっちゃうんですが、一、はい、人でこなしたことがありますので、はい、でその時に、まあ、1年生の時だったんですけれど、その時の経験が、まあ、先ほど言ってたんですけど、社会貢献とか、はい、まあ、自分が就職した時につながればいいのかなと思っております。はい、まあ、こんな感じでね、活動をこう重ねてきて、それで大学4年なんだよね今ね。はい、そうです。聞くと、まあ、もちろんその思い続けている教師ということで先生になるということは、はい、まあ、今も思っていて、どんな先生になりたいとか、このディベラボの活動がどう生かされるのかということはどんなふうに思ってますか？はい、ちょっとつながるかどうかは分かんないんですけれど、一応子どもたちからすれば一緒に一度というか、なんというか、先生っていうのは、まあ、決まってるというか、なんて言うんでしょうか、先生といえば1年生の時の先生はこの人っていう記憶に残る方は残ると思うんですよ。ってなった時に、その記憶に残った時に、まあ、こんな先生いたよね、 あの先生嫌だったなとか、そういうふうに言われないようなちゃんとした先生といいますか、まあ、ちゃんと勉強も教えれるような、そういう先生になりたいのかなと今のところ思っております。小笠原くんはどうですか、活動を続けて、そしてこれからの、まあ、自身の夢でもいいんですけれども、今、新月から僕が代表、新代表ということになりまして、はいはい、ちょっと荷が重くはあるんですけど、うん、その中で感じたこととして、うん、なんだろうな、見知ってるはずの人たちでもいろんなこう意見がこう違ったり、仲良くなってても意外とこう話し合いとかはギクシャクしちゃうような場面とかっていうのもあるので、そういうのをこうちょっとこうまとめる必要があるなって最近気づき始めて、それが何かこう将来やっていくうちに働くことは考えてるんですけど、どっか入社して働くことを考えてるので、まあいずれまたそういう壁に打ち当たるんじゃないかなとも思いつつ、今のこの経験を生かせたらなと思ってます。はい、先ほどの話にもあるように、まあ、なかなかこうコロナウイルスの、はい、関係もあって、こう今までの活動がやりにくくなってきていると、はい、まあ、徐々にねまたいろいろな配慮をしながら活動はまた回復させていくっていうかね、また活動を再開していくっていうことにはなると思うんですけれども、はい、まあ、これから新たにこう参加してみたいなというような人たちにもう合わせてね、はい、うん、PR するとすればどんな感じになりますか？そうですね、今年度は、まあ、あまりちょっとこう人と人が会うのが避けられるご時世なんで、まあ、そこをですね、今の考えとしては、まあ、オンラインとかをうまく活用してイベントをやるであるとか、うん、何かこう人と話す機会を作ってあげることっていうのがディベラボの今年度の活動の、なんだろうな、主軸とはなるのかなと
予想しておりますんで、うん、そちらにぜひ参加してもらって、今まであんまりこう多分オンラインイベントっていうのがそもそもなかったような気もするので、うんうん、あまり聞かなかったので、そういうちょっとこう未知のものに僕らも挑戦するので、うん、ぜひ皆さんも参加者として来ていただけたらなと思います、はい、顔を合わせてね、いろいろな議論をできるっていうのが一番だと思うんだけれども、なかなかこのご時世でもあるのでね、あのオンラインだからこう参加しやすいということであったりとか、ちょっと離れたところでもね、あとはそれだけではなく、そう離れているところっていう今話したんだけれども、あの例えば県外であったりとか、まあ、東京であったりとか、まあ、近いところでも青森市以外の、ね、弘前八戸とか同じように、ね、なんこう地域を元気にしたりとか、いろんなことをこう考えている同じような、まあ、発想をしている、ね、人たちとの交流ももしかしたらオンラインでできるかもしれないね、うん、なので、活動が今だからこそのチャンスということで、はい、ピンチをチャンスに、はい、ピンチをチャンスに、どっかの首長さんが言ってたような気がしないかないですけど、まあそれはそうとしててもね、まさにピンチはチャンスですからね、私たちも応援をしていきたいと思います、まあ、ぜひねラジオの発信というのもね、合わせて私たちも応援していきたいと思っています。今回はですね、青森学生団体ディベラボ小笠原くん、太田くん、そして鳥矢部くん、3名に、お話をしていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。